駅舎内に掲出されている小荷物、運賃表見クリア駅は、鳥取県最白群大船長に坪にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。駅舎は1902年の開通当時のもので、山陰地方最古の駅舎であり、登録有形文化財となっている。快速、鳥取、ライナーは、上りは6本中3本、下りは6本中2本が停車する。 大船町沖屋にある駅は、当駅ではなく、縄駅である。当駅は、かつての山陰道三栗屋宿の東のはずれに、開業した。開業当時の住所は、西白郡三則村、大浅西坪で、かつての三栗屋宿は、西白郡三栗屋町となっていた。開業当時、米子伊東の関節鉄道の駅は、米子駅、淀ド駅、三栗屋駅のみであり、 かつての宿場町である米子宿、淀江塾、宿、三國屋宿をなぞっていた。1909年、当駅の西の三國屋町駅に、縄張乗降場が開設された。縄張乗降場は、縄神社の最寄り駅であった。ホームから、鳥取方面を見るホームから、米子方面を見る短式、島式の複合型に面参戦のホームを持ち、列車交換や退避が可能な地上駅。 短式の1番乗り場に面して駅舎があり、島式の2.3番乗り場へは、古線橋で連絡している。1902年の関接鉄道堺米子、後、三リ屋間の開業時以来の駅舎を使用し続けている、三陰最古の駅である。2002年に三陰鉄道発祥100周年を記念して、駅舎の整備が行われた。駅舎内には、現役時代の小荷物運賃表、SL 写真、 山陰本線の歴史年表などが掲出されている。駅事務室であった空間は現在、三栗屋市として、地元産の農海産物直売所となっている。2003年、鳥取県鉄道高速化事業により一線スルー化工事が行われ、通過列車が一番線を通過するようになった。現在は一番線が上下本線、二番線が下り、副本線、三番線が 上下副本線という構成である。旅客扱い場は、米子駅管理の無人駅となっているが、駅舎内に自動券売機が設置されている。2.3番乗り場上には、車掌車を改造した待合室が設置されている。2017年頃にリニューアルされ新品のベンチが設置されるなど内装が整備されたが、それ以前は、車掌車の内装がほぼそのまま残されていて、 窓の日よけの鎧戸を開閉することもできた。2番線は下り専用となっており、鳥取方面への発車はできない。東駅より約300メートル東、国道9号に三國屋駅、東口バス停留所がある。快速、鳥取、ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。西日本旅客鉄道 A3 イ本線下一駅、三國屋駅縄駅、 JTB パブリッシング館 JTB 時刻表2014年10月号に掲載されている2014年9月20日定報のダイヤにおいてミクリア駅舎が国登録有形文化財になりました大船長公式サイト2017年1月4日閲覧ミクリア駅ミクリア市国土数値情報2019年7月4日閲覧国土数値 情報駅別乗降客数データ国土交通省2020年9月3日閲覧10月1日街や改正日本交通バス下市線がイオンに、接続より便利に大船長公式サイト https://www.daisen.jp スラッシュシステムスラッシュサイトスラッシュアップロードスラッシュライブスラッシュ25868スラッシュ ATC1540831789PDF2020 年5月25日閲覧ありがとうございます